330分延長しました。島が喋った。大きなマグロだった、クジラだった。お腹の足りない精子、はい、足りないステージ。あ、何も見えないんだ。え？お、あ、見える。ああ。あ、はあ。ああ、そうなっちゃう。わっこ、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 にぎり。マッハにぎり。ああ、飛んだ。終わった。ひどいレベルで運がなかった。何とは言わないが、弟の声全然聞こえなくなってる。もうマグマ来たのか。本当にありがとうございます。ジラさんいらっしゃい。マグマ、マグマじゃないです、マグロじゃないんですよ。どうしようかな。いいや。ドカン。なんで上に行くのこいつ。ま。いや、調子は聞こえるわ。聞こえるわ。ちょっと Windows 10にあるのか知らんけど、音量ミキサー機能で。あいつの名前、ケムシなのか。俺の声だけ上げてくれ。ケムシ。本物のケムシに失礼だな。猫でもないのに猫ってあだ名つけるみたいな。猫に猫って名前をつけるならまだし。猫じゃないのに。マリオの世界だとケムシってこんな強いのか。そうですね、マリオの世界だから。星が弱いし、逆に星だぞ。だってわー、海ケムシ、海ケムシ仲間になった。
うん、クジラ泳ぎが得意なんです。ん、今どこへでも持っていったよね。マリオチンジャンボルト行きましょう。あれがあんな強いならこの辺にいるやつらも強そうだな。ケムシがこれだけ強いんだから人はその何倍も強いに違いない。いいことするもんだね。お前何もしてないだろ。俺だろうがいいことしてんの。いやでも確かに俺本物のクジラに乗るのは初めてだな。テレビとかでしか見たことないもんな。キノピオとかマリオより強そう。相対的に大丈夫。このゲームデフレしていくから先へ進めば進むほど弱くなっていく。逆に強いキノピオは弱いってことですよ。全然平和じゃん。ジャンボルト。グツグツ傘が見えるよ。大興奮。ストップウォッチいらない。あ、これがあったか。メッセージがあるんですね。は？また仲間が増えるぞ。マジで？もういいよ。やった。何これ。ほんと気持ち悪いわ。気持ち悪いねえ、気持ち悪いんだけど。ほんとにうわ、こういうの嫌なのか。ちょっとダメですね。虫よりも花の方が俺は嫌いだから。部屋の中にゴキブリとチューリップどっちがいたら嫌かって言ったら俺もうダントツでチューリップですよね。ゴキブリはなんとかなるし、チューリップどうしようもないもんな。どうしようもないもんな。炭じゃん。珍しいね。珍しいか。チューリップなんかあったらもう終わりじゃん。無理だわ。引っ越せよ。さっさとやっつけようねと。じゃあパックンフラワーとか嫌なのか。パックンフラワーは逆に大丈夫だな。あれ植物じゃないじゃん。そういうんじゃないんですよ。本物の植物の話。強いなマリオ。オンニコ生クルーズ。はい。ああ、弱いなクルーズが到着します。弱いなマリオ。ニコ生クルーズが到着しました。死ぬじゃん。あわい。難しすぎるよこんなの。ワコツーはモキュアオブツーを覚えました。覚えました。そのすでに覚えてた気がする。オツーはモキュアゴミを覚えました。それを、あ、カメキンでした。お前はもう
わらわら。何にしろ仲間。ほんと気持ち悪い。レトロふりかけ。レトロふりかけ。レアム、ニコ生クルーズが去っていきました。気持ち悪い。虫を食う植物とか絶対ダメか。いやー、最悪だ。一番悪いとこ取りですよね。もう、いちゃダメでしょ、そんなものが現実に。いやー、俺、虫の、ほら、よくあるじゃん、ブラクラ的な感じで、虫の写真とかさ、黒画像とかあるけど、それまあ、嫌だなと思いつつも、見ることはできるじゃん。鼻の画像見れないもんな。直視できない。あ、無理っつって。見れない。気持ち悪い。ヒヤッとした今。勘弁してください。ああ、ほう、うわ、見て何にも思わないですか、これ。気持ち悪いんですけど、鳥肌が立つんだけど、やだ。ああ、もうやだ、もうほんとやだ。ああ、もうダメだ。気持ち悪い。やめよっかな、この辺。よいしょ、気持ち悪い。全部するでしょ。おだまき博士。クリオだな。能力を知りたい。トロピカルチョルボンだよ。増えた。はい。よし。うわ、もう何にも技がね。難しいなぁ。しばらくクリオで行こう。やられてる時のマリオの顔。ガボン兵に比べたらどこ。そうなんですけど、経験値もっと欲しい。たくさんたくさんね。なんか音ちっちゃくない？今日なんかちっちゃくないか。また広告してきました。またラテストニコアットアドベアチゼアタンポポ動画。タンポポ動画ありがとうございます。ニコニコ動画よりもアニメの画質がいいことでおなじみ、ひまわり動画よりも画質がいいタンポポ動画さん、ありがとうございます。ひまわり生放送っていうのもあるんで、ぜひひまわり勢の人は改造マリオを次にやる配信サイトの候補だな。ひまわりストーリー。ちょっと俺植物全スルーでいきます。気持ち悪いんでごめんなさい。キーアイテムあるとこだけやって。ヨッシー、ヨッシーじゃん。主の部屋の窓からチューリップが覗いてるよ。やめろって。ガはたまに止まってるけど。神だよ神。神だよ神。ほんとだ。え、ヨッシー、もうヨッシーにするわ。
ヨッシーにします。ヨッシーだわ。これは、あーやっぱヨッシーだな。ヨッシーだわ。ヨッシーアイランドはやります。2周目をやろうと思う。多分2周くらいしてると思うけど、3周目を GBA 版でやって。なんでやってないんだよ。やってるって配信でやったろ。もう一回 GBA 版もう1周2周とやって、リクエストのあったね GBA 版やった。さらにもうこれでもかと、もうヨッシーアイランド大満足。何の何のって言ったら、もうステージのタイトル名までわかるっていう状況になったら、やっとね満を持して改造ヨッシーアイランドをプレイすると。これでヨッシーアイランドがプレイできる。改造ヨッシーアイランドが遊べる意味ないですかね。本編を覚えてなかった。本編に飽きた人だけが遊ぶ権利がある。飽きてないヨッシーアイランド。マリオワールドはガチで飽きたからなやりすぎたわね。二度とやりたくないレベルで飽きてるQ じゃん。いいですね。絶対ヨッシーアイランドやろう。もう一回。あと不思議のアンパンマン、不思議のニコニコアルバム RTA をやろうかな。てるんですけど、それもやんなきゃ。店によって全然値段が違うね。どっちが正規だ？どっちか？あー気持ち悪い。あーあーあー気持ち悪い。また広告してきました。ラテストニコアット、アドベアチセア、チンチン、イカ薬。下ネタ読めてくださいでしょう。わぁ、もう何なんだよこれ。嫌がらせじゃん俺への。これ泳げるようになるな、さては。次に仲間になるのはノコノコだろう。分かったわ。
この子、パタパタのこの子、助け、また小田巻き高さだ。大丈夫か、今助けるぞ。間違えた、今助けるぞ。あ、間違えた。オデッセイ、オデッセイはほら可愛らしい感じになってるじゃん。そのスペックを生かしてね、いい感じになってるじゃん。まさか現実に近づけるなんてことしてないですよね。せっかくスペックがあるのにゲームから遠ざける方向にそのスペックを使うなんて、ソニーじゃないんだから。これよりもさらにゲームらしい。行きましょう。このステージはさっさとクリアします。無理じゃん。じゃあ足場がない、積んだ、うきゃー、大丈夫かー。なんだよー、わかんないけど大変だ。あ、大丈夫？みんな踊ってる、俺も踊ろう。俺も一緒に踊ろう。この人たちがいないよー。かわいい。やっぱヨッシーだな。落ち着いた。あ、音おかしいな。やっぱダメか、再現性がちょっとね。64はちょっとまだおかしいな。 GTX GForce 1080 タイタンでもスーファミすらまともに動かないなんて、任天堂のゲームってのはすごいな。最新のゲーミングパソコンよりもスペックが高いってことだもんな。すごいなぁ。未だに、本当にそうだったんだ。未だにスーファミすら完璧に再現できないじゃん。なんでなんですかね。カルダスは下手したら前のノートパソコンの方がね、SNESGT のスペックが良かったような気がするんで気のせいでしょうか。村長、よし、かわいいなぁ。
いつも変なゲームやってないじゃないですか。心配で心配で抜ける。胸を。起きろー。ダメだ。これどうに立ってる。ああ。面白いゲームしかやらないと決めたんです。面白いゲームしかやってはいけない。でゲームをやってる時に別のゲームの話をしない、もうルールです。それ秘訣な気がする。うん、やるゲームがね多すぎて、ついついね、なんかもっと面白いゲームあるんじゃないかみたいな気になっちゃうけど、全部面白いから心配いらないんですよ。このゲームを楽しんでいればいいということです。なのでなんかやってほしいゲームあります？次何やります？何やっても面白いはずだから。楽しんでるように見えないんだって俺は楽しんでるように見えることないだろ、基本。ないです。ないです。次にやりたいゲームないな。次にやりたいゲーム特にないから、このゲームやるしかないな。思ったんですけど、別に子供の頃ゲームが少なかった時期でも、このゲームしかないからっていう理由でそのゲームやってただけで、別に楽しんではなかったよな。ロックマンワールド3という神ゲーを手にしておきながら、なんかいやいややって、結局一体もボス倒してないから。当時、今だったら考えられないですよあんな面白いゲームはなんでやってないんだ俺みたいな。ただ当時も別に楽しめてなかった。むしろ今の方が楽しめているんですよ。そういうことです。そういうことです。置く場所がなくてゲームを置く場所がなくて、やるしかないんですよ。どこ行けばいいの？積んだ。どこ行けばいいか教えて。そうね、ゲームやるゲームってなんかあったっけ？DJ MAX しかなくない？えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ。ゴムやろ。やっぱりリアクションが嫌でもでかくなるやつフレディ
しれんですよ。なんだよ、ざけんなよ。はい、もう二度と任天堂のゲーム買いません。二度と弾丸論破シリーズは買いませんって。リアクションが大きくなる。あのゲームリアクション大きくなんないや。絶句する。アクションになるじゃん。トゥームレイダー4やってる時みたいな。やりたくねーっつって。本当に黙り込むんじゃないか割と。そんな気がしますね。だろうな。普通に超最新、最新って言ったらあれだけど、普通に名作とかじゃなくて普通にめっちゃ面白いゲーム。これだけじゃ面白さは伝わらないのが分かったし。伝わらないですね。でも誰もが面白いと知っているゲームをやる。フェイスリグバーチャル YouTuber 始めるか。バーチャル YouTuber ってのおかしいんだけどな。あれ YouTuber であることは事実じゃん。リアルじゃん。そこは意味が分かんなくない？あれ意味が分かんないな。まるで YouTuber じゃないみたいな。普通にリアル YouTuber だ。あれは顔出ししてるかしてないかの違いじゃん。意味わかんないな。顔出ししてなくても YouTuber だし、 YouTube に投稿してたら。バカにしてるよな、ある意味 YouTuber を。調べていくか。ほんとどこ行ったらいいのか教えてくれ。このゲーム面白いんだけど、ほんと面白いんですけど、このゲームマジで、マジでほんとのこの神ゲーも面白いんだけど、何をやってもね、もっと面白いゲームがあるんじゃないかというか、あることを知っている。知っているっていう話ですよ。そうそう、これよりも面白いゲームがあることを知っているから。本当面白いんですけど。知っているから。ソニックワールドアドベンチャーってこれよりも絶対面白いゲーム知ってるんで、すべての最終目標はソニックにある気がする。ラチェット&クランクっていうこれより絶対面白いゲームあるはずだろう。 RPG という視点で言うと、なんだろう、そうなんですよ、すべてのゲームは初見プレイなんですよ。でも RPG 飽きたからなとか、でも横スクロールアクションは飽きたからなとか、違うんですよ。あらゆるゲームに新鮮味がある。このゲームでできない体験はこのゲームにしかない。
分ゲームより面白いゲームがあるというのなら、ぜひマリオストーリーよりも面白いマリオストーリーを持ってきてくださいと。そういうことですよね。そんなこと言ったらね、水飲んでる時にこの水より美味しいジュースがあるんだよなーなんて思いながら水を飲む人はいない。喉が渇いたから飲んでる。いつくくりにしなさすぎ。そして水が美味しい。しなさすぎ。なんだそれ。このゲームより面白いマリオストーリーがないんだから、これが一番世界で最も面白いマリオストーリー、この世で最も面白いゲームをやっているんですよ僕は今。でもな、マリオストーリー以外にもこの世で最も面白いゲームいっぱいあるからな、全部やんなきゃいけない。つかぬことをお聞きしますけど、高田さんはどうやって生活してるんですか？無理じゃない？そういえば、はい、いやいや、自分の持ってるゲームをやるのって大変じゃないですか。そこら辺の折り合いがどうやってつけてるのかな。やれないゲームとの向き合い方、買ったはいいけどやれずにいるゲーム数百本あると思うんですけど、それらとの向き合い方どうやってるんですか。さぞかしいい解決法が、え普段大口で叩いてるからな、てっきりなんかいい解決法があるのかと思ったら、なんだよ、ないんじゃないですか。そうやって嘘ばっかり言って、ないんでしょ、持ってる大量の積み毛を消化する方法。ないんでしょ。そんなわけない。やれない。うわ、気持ち悪い。やれないゲーム持ってないんですか。積みゲーないよ、こっちは。ないよ。あ、そういうことね。あ、なるほど。よくわかります。自分も同じなんですよ。積みゲーないんですよ。今はこれやってるだけで。そう、順番が、ちょっと、同時にやることはできないですかね。確かに。そう、1時間2時間そのゲームをやってないからといって積んでるわけではない。買ってから数時間プレイしてないからといって、そう積んでるじゃんってことにはならないですよね。それと一緒で、ちょっと数日、まあ、空いてるだけで積んでるわけではないと。違う？僕も一緒ですよ。一緒じゃないですか。気の持ちようでしょ、だから。でも、楽しいゲームしか買ってない。楽しいゲームしかやってない。って考えると、全部、その、積みゲーではなく、やるゲームっていう扱いになるから、積みゲーっていう名前じゃなくなると。やるゲームだから、全部。そういうことか。自己完結しすぎてて話ができない。すぐにやるゲームしか僕も買ってないですよ。すぐにやる。だから、遅かれ早かれ、結局すぐやるなぁ、みたいな。いつかやるゲームっていう、すぐにできないゲームはいくら面白そうでも買わない。損してますよ人生。それは無駄点。何の無駄？
心の余裕がってことだってやらないんだよ。やらないんだよ。やるんだよ。やるじゃん。あんなに文句言ってたキングスフィールドだってやるから買うんだよ。全部やりましたし、マリオストーリーだって結局やってますし、トゥームレイダーだって4までやってますし、やるんですよ結局。だってやるんだよ。やらないゲーム買ってたらバカだけど、やるんだから。1週間以内にやらないゲームなんてすぐに買う必要ないでしょ。第三勢力は。また話がややこしくなりそう。1週間以内にっていう定義なんですか？買ってやるまでが一つのイベントでしょ。それを調べる、買う、やるの3プロセスに分けるのが間違いだと。やろうと思った時にはもう すでにワクワクがなくなっている。確かに俺残機ゼロとメイドインワリオは買った当日にすぐプレイしましたけど、なんだろう、別に積みゲーを消化するときと同じように同じように楽しかったけど今も。すぐに買う必要がないっていうのあるけど、新品だったら確かにそうだけど、中古となるとやっぱ安い時にセールの時に買っておくっていうのは間違いじゃないと思うな。新品も新品で買わなくていいや、今はやんないしってて、買わずにいると続編が出なくなる可能性があるから、絶対やるっていう気持ちなら、もう発売日に買った方が絶対いいと思うんだよね。そしたらもう売り上げが、売り上げに関わるじゃん。バカ。俺はそれ本当にない。それは安い、なんだこのゲームつって、あ、でもあるな。クソゲーを探すときはあるけど、面白いゲームを探すときはそれないですね。ブレスオブザワイルドをやれてないんですよ。いやいやいや、結果まだ出てないじゃん。やってる。結果まだ出てないでしょ。いや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 、結果も何も何も。いやいや、俺の勝ちだよ絶対それは。後で泣きを見るのは、後で泣きを見るのはどっちかな。後で泣きを見るのはどっちかな。といくつ？時岡、ムジュラ、大地の章、時空の章を。アキレスと亀だろ？追いつくから。それパラドックスですよ。知らないんですか、アキレスとカメってあれ。信じてる人がいるなんて。追いつくって意味ですよそれ。俺
俺がブレスオブザワイルドをやるときにはあなたは先のゲームをやっていて、俺がそのゲームをやるときにはさらに先のゲームをやっているって理論だろ。知ってますよ。そう、パラドックスですから。パラドックスですから。最終的にアキレスは亀を追い抜く。細かく分けてるだけなんですよ、それは。ゼルダだけを見るなら一見追いつけそうですけどね。あ、それはともかく。ということで、ドイツの将、時空の将、ムジュラ、トキオカ、風たく、トワプリ、スカイ、なんとか。何コース同時に走ってるんだい。あと何ですか、何がありますか、あと。俺はペルソナ5もできる。ペルソナ5もできる。俺はペルソナ1もできない。メガテン新作もできる。できる。でもあなたはメガテン1ができない。かわいそう。同じ宗派である私の見解を言われてもらいますとですね。はい。最近全然ゲームやってない。ずっと戦争ゲーばっかりで。はい、まだ追いつくことはないのですよね。で10年前の自分にメッセージみたいな。10年後の私を見てください。ソシャゲばっかりやってます。僕はなんでこの人ずっとソシャゲとネトゲばっかりやってるんだろう。ゲームやればいいのに思って見てましたけど、最近10年後、そうなると。現実を直視しましょうよ。10年後のあなたが今の私ですよ。いや、僕はね、ルールをちょくちょく改正しているので、大丈夫です。やめてもいいんですよ。面白くなかったら。今まではダメだった。追いつくと思ってスフプやっててプレステにお見上げてたんですよ。PS4 買わないんですか。いやでもまだ PS2 のゲームでやってないのありますからね。というのがすでに成長した姿だと。PS2 買わないんですか。いやー、まだスーファミのゲームでやってないのありますからねー。と思ったら世界は不自由ですよ。大丈夫。PS4 そんなにゲームないから大丈夫です。追いついてます。そんなに PS4 ないから。 PS4 と当時はプレステとセガサターンと64で三つどもえみたいになってたじゃん。今そんなことないから。 PS4 と Xbox とスイッチ大体同じ同じゲーム出てるんで、最近はそうでもないんですよ。大体同じゲームばっかりだから。現実を見よう。大丈夫です、間に合います。大丈夫。俺はもうロマンシアを1時間でクリアするんで。頑張ります。我々は自分との戦いに勝たねばならないのです。なぜそんなものを背負わなきゃいけないんだ。面白いゲームを面白い順番でやってるだけなのに、なぜ何が間違っていたというのだろう。一体何が間違っていたっていうんだ。そう、ちなみにこれは面白いですかい。笑。めちゃくちゃ面白いですよ。なんで体力こいつ回復してるんだと思ったら、
こっちの体力するのか、こいつ。ほどね。これ面白いですね、ほんとに。ほんと面白いんだけど、どんな面白いゲームをやっても、これより面白いゲームがあるんだよなーって気持ちで、邪魔をする。確かに。もし、ほんとめっちゃ面白いけど、めっちゃ面白い。一人でやってても全然楽しめるわ。攻略見ながらになるけど。ちなみに僕は今絶賛積み中です。どこへ行ったらいいのか全くわかりません。やることがないので雑談をしながらレベル上げをしてるんですが、誰かヒントをください。マリオ RPG、まあ確かにね、俺もマリオ RPG の方が好きだな、正直。面白いと思うんですけどね。このゲームに困る要素あったっけ？あったっけ？結構積んでますよ。占い師のとこ聞きに行こう。ダメだわ。積んだ。占い師に攻略聞きに行きます。まあこの後ペーパーマリオもやるんで、まあこの後っていうのは未来っていう意味なんだけど。これ。紙っぽい雰囲気に慣れておかないと。慣れすぎてもダメ。慣れすぎてもダメ。予想だとやってください。やってください。すべての RPG、RPG の管轄でしょ。あらかじめ全部の RPG をやっておいて、どの RPG をやらなくていいかを教えてください。やらなくていいゲームを、やらなくていいゲームを指定した方が早い。マカマカはやらなくていいですよ。ナポレオンはズバ初期な感じ。わかりました。ナポレオンも、やらなきゃいけないんでしょうが、僕は。GBA の名作ナポレオンを、やらなきゃいけ？F3 部作けど、笑FE3 部作だって俺はまだ暗黒竜でギブアップしたってだから、外伝をやらなきゃいけない。 FE にそんなに思い入れないし、普通に 3DS 版でいいかもな。こだわる必要はないかも。てか俺あれだわ、あれ、あ、僕ね、ファイアーエンブレム覚醒プレイしちゃったんですよ。買っちゃったわ。手強いですよ、外伝も。買っちゃったんですよ。メイドインワリオゴージャスっていうゲームで、5秒間だけファイアーエンブレム覚醒プレイさせられる。で、ちょっとな、やっちゃったんだよな、ファイアーエンブレム覚醒。失敗だな。むしろ覚醒からやった方がイメージが壊れ、無可能、笑。あ、ほんと？じゃあ俺覚醒やったんで、もう外伝やって大丈夫ですね。イメージ壊れずに済むな。覚醒5秒間だけやったんで、メイドインワリオで。いろんなゲーム5秒だけできるの面白いな、あれ。最新のだとなんかあったかな。トキオカだかなんだかわかんないけど、64のゼルダ5秒だけやりました。あと 3DS のなんだっけ、なんとかの汽笛だっけ、というのも5秒だけやりましたね。オーガシリーズはやらんの？オーガバトルシリーズ、オーガバトルシリーズ、クロノトリガー先にやっていいですか？オーガバトルって俺知らんな、名前しか。結局どういうゲームなのか知らない。
ね、わら。そうですよ、名作と名のつくものは大抵 RPG だからな。僕は RPG が下手なんです。こういうマリオストーリーのような超初心者向け RPG をやったことない人でもクリアできるという触れ込みでヒーヒー言ってる。へえ。アプグに下手とかそういう概念あるの？あるんです。ひたすら石投げてそう。あるんですよ。そうなるんです。よくわかんないけど多分そうなるんです。難しいんだからクリアできないんだからって言いながら多分なんかそういうことをやってる。ファルコムゲーって出したら悲惨なことになりそうやな。大丈夫、イースはなんとかなった。まあうん、まあうん、ヒントもらいながらだから。とかオーガシリーズもいっぱいあるし、ファルコムのアプグはパズルチックだからな。これもやることになるんですか？これもやる羽目になると。ちょっと RTS じゃない、 STR はちょっと除外もあるな。FE もなんとかしないと。ファミコンウォーズやりたいんですよね、ほんと。わー、パルコムの RPG はね、パズ、いつのパルコムの RPG の話をしてるのかわかんないですけど、そうですね。結局別のゲームの話してるしな。イースは次は4ですね。ロマンシアは多分1時間くらいでクリアできるだろう。もう一気にやろうぜ、ドラゴンスレイヤー8くらいまで一気に。どうせクリアできないから。あれじゃないか、プロジェクトエクでも買ったらクリア扱いでいいんじゃないか。4のドラスレファミリーで積む、わら。いや、ロマンシアで積むんじゃないの。ロマンシアで止まってるんじゃないですか。止まってるって、そういうのないですから。もう無理思ったらやめるし、ちゃんと。ロマンシアは攻略見れば簡単でしょ、4は見ても辛い。そうなの。どこ行けばいいのかわかんねえ。耐えられるの？ザナルーとかも面白そうだったけど、全然面白くなかったことはないけど、なんだろう、なんだろうな、ゲームボーイだと思って買ったらゲームウォッチだったくらいの。こんな文化感はあったの。子供の頃世にあったけど土地で積んでた、わら。子供の頃にやった思い出にとらわれてるだけなのかな。やってないんだけどな、マリオストーリーなんか。非常に新鮮なプレイしてますけど、確かに
これがもしペルソナ5だったらこれより面白い RPG あるのになぁなんて思いもしないだろうな。ないんだからないんだから、ペルソナ5より面白い RPG なんか。モキュアハゲはおぶつです。おもちゃステージクリアしたんですね。モキュアハゲはおぶつです。初めてだけどあれキングスだった。待って待って、ワコツを忘れました。イターナルリングはキングス、オツを忘れました。つまり神ゲー、つまり神ゲーやらなきゃ。なんで神ゲーなんか作るんだよ。やらなきゃいけないじゃん。ほんとフルム嫌い。面白いゲームしか作んないから。その点コナミは。変な教育しちゃダメですよ。エグアブレイスがどうなのか気になってる。知らない知らない、俺の知らないゲームの名前を出さないでくれ。増えちゃうだろうゲームが。か、お、やっと進んだ。進んでたところだったんだよ。よしよし。私が転校して道を作ってやろうと言うんだ。わら。作ってやろう。道がどん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 広くなっていくんだよ。どこを歩けばいいのか分かんなくて、結局手元にあるゲームをね、手当たり次第にやっていくだろ。そうするとこれよりもっと面白いゲームあるのにな、なっちゃうんですよ。そんなこと考え出したらキリがない、キリがないんですよ。これより面白いゲームなんて。ルイージマンションも楽しみですねルイージマンションアーケードもやらなきゃダメなんですよ。そう言い聞かせ、そう言い聞かせ。え、言い聞かせてるわけじゃないんですか。より面白いゲームはないからなって言いながらペルソナ5をやるのではなく、思いもしない。ドラキュラシリーズもやらんとね、夢中だもの。夢中だもの。このゲームが面白いっていう話をしてるのよ。なんで他のゲームの話をしているの？持ってないから他のゲームなんてないし。持ってないって言ってもいつでも買えるじゃないですか。別に。でも持ってるのと同じじゃない？あの神ゲーが、やった。
った。そうか。一生やらないかもしれない。あるんですけど、ランチゼロやメイドインワリオのように、そんなにだったかな。ランチゼロの中盤あたりからは楽しくぼかしてでもまずやるぞと決めたゲームをね。で、義務感ですよね。これやらなきゃいけないと思って俺は残機ゼロをやってたけど、意外と面白いじゃんみたいな。スーパーはもう早く終わんないかな。多分連戦してる範囲が2回りくらい広いだけなんだよ。そうなんですよ、同じなんですよ。別にすぐにやるって言っても買ってきて2秒でやるわけじゃないじゃないですか。数分置くとかね。まあ下手したらちょっとトイレ行ってとか言ってたら1時間くらい置くかもしんないでしょ。でもそれすぐにやる、ゲームやるだけなのに考えすぎてね。すぐにやるわらわらすぐにやるって言って1時間も経ってるじゃないかっていうのと同じなんですよ。すぐにやるって言って1年経ってるじゃないか。いやでもすぐに やってるしみたいなっていう、こうめんどくさいこと考えながらやるからどんどんめんどくさくなる。なんでマリオストーリーをやってる時にマリオストーリーの話をしないんだろう。楽しんでないんだ。素直に楽しめばいいじゃん。楽しめばいいじゃん。その通りなんですよ。すごく面白いですこのゲーム。でも非常に時間がかかる。1時間くらいでクリアできるゲームだったらすぐに次のゲームに行けるのにっていう人が YouTube を見るんですね。10分くらいで楽しめる。吸えるんだから、空気から水から酸素を取れるんだからな。空気から酸素を取るのもっと簡単でしょ。できるできる。 PS2 で PS1 動かすようなもんですね。作業的な状況になったら常に別ゲーのことがある。作業的な状況になってないですよ今。全然絶賛新しい能力を得て、さあこれから冒険の大冒険へ。別ゲーがあるから簡単なゲームをやりたいんでしょう。そうなんですよね。アトリエ秘密ってやらんのマリーのアトリエプラスをからやんなきゃな。
すがにね、リメイク前からはやらないけど、最終的にロルナのアトリエをやることを目標に。マリ、エリー、リリーまでやったら次回だよ。デスガイアはラスボスまでやりましたね、ワンは。やったけど、ラスボスが強くて、で、それでもう僕の RPG 苦手部で、どうやって倒すんだろう。お手持ちの盗賊を使ってみたいな。いないんですけどそんなのみたいな。攻略を見ても攻略ができない。リリーの後の UD まで行ってるんだ。えらいな。やんなきゃ。感覚の調整が必要なんですよね。あれ？あ、びっくりした。ゲームを楽しむコツ。なるほど。そんなことを求めちゃいけない。アクトモード、アドブモードという感じでですね。なるほど。それ僕はさらに細かく分ける。マリオストーリーモードには切り替えて。マリオストーリー、これがマリオストーリー、処理落ちがすごい。これがマリオストーリーか。質問なんすけど、はい、これがマリオストーリーなんだ。うわー気持ち悪い。うわ最悪だ。草だまし二度と調べます。ウィットネスのアスファルトの迷路って結局どう解決したんすか。ウィットネスのアスファルトの迷路、あああれは一つ目の迷路で普通に、二つ目が草が生えてないところを歩くで、で三つ目が足音がしない場所を歩くが正解でしたね。全く気づかなかった。音か。うん、足音。四つ目が、そもそも迷路と入力できる迷路の形が違うから。通った道を入力できる道が一通りしかないっていうのが最後のやつ。あ、お腹痛い。スキードラドリンク。回復したいな。てるんですけどね、考えてる時点でおかしいんですけどね。なんだこれ。うわなかなかね。
しむのにこんな苦労あれこれ考えておかしいですよね。
産植物で卒倒した。はい、ごめんなさい。はっ、パックはね、パックは全然植物じゃないから大丈夫だ。上画面にも植物が。は？上画面って何？何上画面って？何？ふつ。あ、フラワーポイントか。これ確かにちょっと気持ち悪いですね。パックンみたいにこうなんか。キャラクターしてないかな。使おう。いやー参ったな。失礼じゃないですか。何に参ってるんですか。ゲームを、こんな面白いゲームをやってる人に対して、あなたは一生面白いゲームできないんですよ。失礼じゃないですか。何が、何が不満だと言うんだ。そんなに面白い。一番面白いゲームをやる快感を味わってないんだろうなと。でもラジェット&クランクっていう一番面白いラジェット&クランクフューチャーっていうゲームやったけど面白かったですよ。最初はまあだんだんまあいろいろ荒とかも見えてきたりするのはまあどんなゲームもそうなんでいいんですけど、味わったことあるぞ。俺ですら結構ビビりながら歩いているというのに、一番面白いゲームってなんだろう。面白いゲームやってもいい日っていうのを作って、その日は面白いゲームやっても良いってやったら、二度とそのつまらないゲームをやる気にならないかもしれない。なんてバカなことを考えていたんだろうってなって、二度とねこういう名作をプレイしない人間になるかもしれない。
まりは名作だけど、名作だけどもっと面白いゲームがあるからやっちゃいけないんでしょ。やっちゃいけないから買ってもいけないしってことですよね。だから同じなんですよやりながら他のゲームのこと考えるか、これは他のゲームのこと考えてるからやらないのか、同じじゃないですか。マリオストーリー名作じゃないよ。いや、これ神ゲーじゃないのか、ひょっとして。ヨッシーストーリー的なポジションのゲームだったわ。微妙ゲーだったか。ドンキーコング64が微妙ゲーって言われてる世界だからな。ゲームの世界。非常に。シビア。64、当時は良かったので良いです。当時は良かったっていうような名作ゲームをやらないと。もっと面白いゲームがあるからですか？それは間違ってるんじゃないですかね。もっと面白いゲームがあるから、このゲームはやらない。今でも良いと思えるのが神ゲー。今でもいいと思ってますが面白いな思いながらやってますが、昔の人じゃないか。昔の人じゃないか。じゃ一度最新のスーパーペーパーマリオスーパーシールをやってみろって話ですね。そしたらもうマリオストーリーなんか面白いと思わなくなると。ストーリーがやりたいんだもんな。マリオストーリーがやりたいんだもん。潜れるじゃん。じゃあ全然話がまた言ってました。もう言ってくれよちゃんと。潜れるよ。わかんないじゃん。
変わらないっすよ気持ち的にというか、俺は何も変わってないぞ。等しく面白いってことですよ。マリオストーリーも最新のゲームもみんな等しく面白い。親の顔が見たいな。あ、いないのか親。等しいんです。自分の子だけ見つかってない親の顔が見たい。他のみんなは見つかってるのにっていう顔が見たいんだけど。してた間に奥仲間にしてたか。なんとかな仲間にできました。占い師のおかげで。そうです。お、すげえ今の勝ち。勝ち4は強いね。アイテムの使い方がうまいだろう。
全クリ。へえ、やるねー。やりますね。自力ですよこれ。攻略見てない。今のところでマリオストーリー一回も攻略見てない。すごくね。ここまで攻略なし。あと経験値5でレベルアップ。経験値を稼いだ甲斐があったな。最新ゲームありますか？目が覚めるような。カップヘッドは？カップヘッド話聞いてましたもうやりますけど、カップヘッドは絶対やるけど、そういうことを言ってるんじゃないんですよ。なんかだからこうやって古いゲームばっかりやってて、いつまで経っても最新のゲームが楽しめないですよ、いつも言われてるんですけど、古いゲームがやりたくなくなるような最新の技術を使った。古い方が楽しいの多いからね。ねえ、なんかブレスオブザワイルドやったことがないからそんなことが言えるんですよみたいな。面白いからやってるんですよ。どんなゲームやってもそう、全部やればいいんですよ。これより面白いゲームがあるのなんて当たり前のことじゃないですか。比較するからおかしくなる。そうですよ、ワンをやってる人にツーの方が面白いですよって言っても、だからやりますよツーも返すに決まってるじゃないですか。当たり前じゃないですか。もちろんツーもやります。胸を張って言えばいい。次がマグマか。マグマ、ああマグマですね。おめでとう。ありがとう。いないの。
火山さぞこちらへ、ビッグキューちゃん、あれ、あ、これこれ、何これ、島の西に頼む、ビッグキューちゃんの石像なんかなかったよ、なかった、参加できない、あ、やっぱ 参加するの、何の話だ、じゃあ書くなよじゃあ書くなよ、今のセリフ、やっぱいいなぁ、ヨッシーにしよう、たとえ遅いと言われても俺ヨッシーを選びます、ということでね、今日はこの辺にしときますか、はい、終わり、よし、じゃあ次回に備えたアイテムを買って、回復もして、お疲れ様でした。また次回、グラグラ火山完全攻略編と題しまして、ステージ5の完全攻略に挑みたいと思います。そして、次に何やるかもまた考えましょう。お疲れ様でした。感じ。